大谷から見て中山もそうだけれど、そういう若い選手たちに対してどういうふうに思ってるの？アカデミーで育ってきた若い選手がそのサッカーを変えてくれてるし、新しいサッカーに触れてるっていう感覚もあるので、今で言えば若い選手から逆に僕は盗もうと思ってるし。中山は例えばさ、自分が一番こう得意なプレーっていうのは何なの？これ特徴がないことが特徴かなって自分で思ってます。だけど左足のキックとかあるんじゃない？自分の中じゃそれを認めてしまったら満足してしまう自分がいると思うんで、うん、満足したくないっていうところから あまり自分のいいプレーっていうのも口にはしないようにしてます。トッパーってなかなかその若くて出るっていうのは難しいじゃない。大谷から見て中山がこのところずっとレギュラーでやってて、どういうふうに思ってるの？でもやっぱり今の雄太なんか本当に落ち着いてサッカーしてますし、うん、左利きっていうところとキックの良さっていうのは見てる人には分かると思うので、頼もしいなと思いますけどね。最終ラインのセンターバックで左利きっていうのは結構いいよね。キャプテンやったのかなり早かったよね。23ぐらいですかね。こんな若くキャプテンになったら結構大変なんじゃないのって思いながら見てたの。本当ですか？やっぱり30超えてたらおじさんだなっていう目で見てたので、ふと考えると今の若い子にそうやって思われてんだなって、まあ、おじさんだなとは思ってないですね。でも本当はさ、若い人たちだってさ、この先輩のポジション取れば俺が出れるとかって当然だけど思ってるよな。それは、はい、谷君を引きずり下ろしたいっていうのは思ってますし、今はまだできてないっていうのがそれも認めてるので、谷君が持ってるものは自分に足りないものがあるので、そこを盗んだ上で谷君の代わりじゃないですけど、谷君が今やってるようなことを奪っていきたいっていうのもあります。あ、まあ、それが野心なのかもしれないですね。僕たちがやっていく方が多分長いと思うんで、僕らが生まなきゃいけないっていうふうに思ってます。わかんないです、谷君がもっと年を重ねてもやるかもしれないですけど